心霊ユダシュウ、そしてサウザー、なんと六聖剣のうちすでに五聖がこの地に散った。残る一聖ともまみえる時が来るであろう。行くがいい、ケンシロウ。宿命がお前を呼び寄せるであろう。私も己の宿命に生きよう。北斗神拳は一子相伝、あの男の剣を封じねばなるまい。時、我が生涯の敵はラオウ。貴様、こちらです。もう大丈夫だ。すぐ熱も下がるだろう。ありがとうございました、トキ様。本当は子供たちや病に苦しむ人たちと共に一生を終えたかった。ではなぜ。男、一度剣法を目指した男の本能が動いた。それにもまして私には逃れ得ぬ宿命が。トキ、この人が伝えたいことがあると。ラオウが我が死をその手に。何、すでにラオウの傷は癒え、その合剣は復活。急がねばなるまい。この私の病んだ体では復活したラオウを倒せぬというのか、ケンシロウ。よかろう、その目で確かめてみるが、私の病が剣をも蝕んでいるか。ほっと天気症。もし誤って相手の剣に倒れようとも、相手を恨まず悔いを残さず剣に帰るという誓いの儀式。お前と戦うのはおそらくこれが最初で最後である。一度戦ってみたかった相手、北斗神拳伝承者の剣、存分に味わおう。トキ、俺の光、追い続け。北斗神拳1800年の歴史の中で最も華麗な技を持つ男。伝承者の剣、確かに味わった。病に侵されていなければ、トキ、お前と互角に戦えたのは宿命。今倒れてはならぬという宿命がこの病んだ体をも突き動かしているのだ。ケンシロウ、この魂はお前に残そう。そしてこの肉体はラオウとの死闘に捨てよう。もしやこれは両親の。そう。そして隣の墓は私と
私の実の兄が入るべき墓。やはりここに足が向いたか、トキ。父と母が私たち兄弟を引き合わせてくれたらしい。早いものだ。あれから何年になるか。お前がラオウか。私が北斗神拳の龍拳だ。お前のことは頼まれていた。私が養子の約束をしたのは一人、二人はいらん。舞い上がってきた方を養子としよう。強くなくては北斗神拳伝承者への道は歩めぬ。兄さん言ってくれ、僕は大丈夫だ。あの人の子になれば兄さんが目指していた最強の男になれるんだ。時獅子のことはなかなかおらぬものよ。ラオウ、お主、片手でこの崖を。弟と一緒でなくては養子に行かぬ。時の面倒は俺が見る。本日はこれまで。兄ちゃん！心配するな。俺がくじけたら俺もお前も放り出される。そんなことは絶対にさせん。見ていろよ、トキ。俺は必ずこの世で一番強い男になる。すげえ、兄ちゃん！道場を覗いておったのか。お前も北斗神拳を身につけたいのか。北斗神拳は一生伝。お前たち二人同じ道を歩めば、いずれ片方は剣を封じられ倒されねばなるまい。それでも構わぬか。はい。時、なぜ兄ちゃんを超えたいから。時、お前にも俺と同じ熱い血が。いいか、時。もし俺が道を誤った時は、お前の手で俺の剣を封じてくれ。始めるか。ラオウ、あなたは師父龍拳の想像を超え強くなりすぎた。その野望も。後悔せぬか。自ら選んだ道、ためらいもない。
さすが我が弟よ。だがお前は決して俺を超えることはできん。相変わらず優しい剣だ。人の間合いを見切り、意識無双に繰り出される必殺の剣。我が剣は無意識無双ゆえ、間合いもなく隙もない。隙を誘う時の銃の剣と羅王の剛の剣では勝負はつかぬ。まして時には病が。もはやこの勝負見えたわ。なんと、この剣を受け止めおったか。忘れたか、ラオ。私があなたの全てを目指していたこと。ケンシロウ！追っておけ。この程度で倒れるようでは、所詮北斗神拳を伝承することはできぬ。なぜ助ける？ケンシロウもまた一子相伝北斗神拳の伝承者を目指す一人。いずれお前とも争わねばならぬ。弟だからです。兄ラオウが私を助けるとき、そのようなことを考えたでしょうか。剣との戦いもラオウとの戦いも、それは宿命が決めることでしょう。欲も野心も捨て、あくまでもラオウを目指すか。時時の体が、私の体に流れるラオウと同じ血は私にこの剣を得得させた。ウヌは俺の剛の剣を切ったはずだ。あなたの全てを目指した。この剣は私の最後の戦い、すなわちあなたとの戦いまでは使わぬと誓っていた。天を見よ、見えるはずだ、あの死の星が。なんと、我が頭上に飛翔星が。北斗神拳1800年の歴史の中に生きる言い伝えがある。互角の剣を持つ強者相戦う時、その両者の頭上に飛翔星が輝くと。さあ、宿命の幕を閉じよう、ラオウ。Thank you.
造形古墳。約束を果たそう。聞かぬのだ。さらば時。まだ。やめろ、トキ。お前の剛健の秘密はこれだ。やはり、せっかく子をついた後か。せっかく子をつけば、一瞬のみ剛力を得ることができる。しかし、それは同時に己の命さえ奪う非常の飛行。なぜ泣く、ラオ。涙を。その剛健と野望に変えたあなたが。泣くな。二度と涙を流してはならぬ。この兄を超えたくば涙を捨てろ。涙を己の望みと剣に変えるのだ。俺はもうすでに涙は捨てた。トキ、お前には分かっていたはずだ。偽りの剛の剣では俺は倒せぬと。お前はあえて剛の剣を選んだ。あくまでもこの兄に近づかんがために死を覚悟して、なおかつまだこのラオウを目指そうとした悲しき心が、この俺の枯れた涙を呼び戻した。もはや悔いはない。宿命の幕を閉じよう。さらば我が生涯最強の敵。さらば我が最愛の弟。これが貴様が目指した兄ラオウの剣だ。今、剣王を目指した男、トキは死んだ。ここにいるのは、ただの病と戦う男、トキ。泣きたくば、泣くがゆい。もう攻めはせぬ。体をいとえよ、トキ。剣王恐怖の伝説は今より始まる。この命奪いたくばいつでも来るがいい。